山田久志の栄光に近道なし。このコーナーは伝説のサブマリン投法でプロ通算284勝を挙げられました山田久志さんにプロ野球の魅力、裏側を語っていただこうというコーナーです。今日は、京田洋太選手についてです。まもなく新人音が発表されるんですが、どうでしょう ベイスターズ、浜口投手との一騎打ちになってますよね。ぜひ、京田選手に新人を獲得してもらいたいと思います。ポストマンさん、山田氏たちの栄光に近道なし、京田陽太選手についてですね、京田選手といえば先日、岩田コーチが付きっきりでマンツーマン指導を受けていましたね。セカンドでの特訓だったんですよね。どんなことを伝授されたのか。 楽しみにしています。東郷の必勝ドラゴンズさんも、京田選手が押し出しのフォアボールで、侍ジャパン同点にしましたね。ポンチンカンチン、木村ちゃんさんは、京田選手、押し出しフォアボールこそあったものの、ノーヒットです。今日は頑張ってくれるのではないでしょうか。今日は日本、台湾戦ですからね。昔の思い出さん、山田さんが京田選手を今シーズンどう見ていたのか、評価が楽しみです。それでは、山田さんです。今年、 ルーキー、強田が頑張りました。頑張ったね。ここまでね。ええ。よくやったね。強田の評価はいかがですかいやいや、高いです。ほう<ー>。久々に、三拍子っていうのかな。走行甲うん。はい。それも、高いレベルだ。そうですね。うん。ええー。で、珍しくこの、打つ方も、守る方も、走る方もで、見せれる選手が、ドラゴンズに誕生した。二拍子なら結構いるんですよね。エロエロいろいろいろ、い まあ、いっぱいとは言わんけど、ああよしよしっていう選手がいる。ただ、三つはね。三つは。今日は守備も良くなってきたもんね。そうですね。ショートのね。なんで、スローイングはいいよね。そうですね。スローイングの安定感がいいから。はい。で、あの足があるから、守備範囲もそこそこ行ってくれるし。はい。まあまあ、これからはもう守備だね。そうですね。守備で見せるようになったら、スーパースターに近づくね。はあ。バッティングはいい。 でで見たたの印象はどうだっすかここまでは思ってません。あ私はひ弱に感じたの。ひ弱うん、これじゃプロのスピードにはついていけないなと、時間かかるなと思ったね。ただ、あの、走塁練習とかね。はい。見たら、速いやつがいるなと思ったら、強打だった。あ走り方いいもんね。そうですね。走り方綺麗だもん。綺麗ですね。うん。足だけが回転しているような感じで。そう、状態動かないもんね。動かないんですよね。やっぱバランスいい証拠ですね。 ああ、そうですか。うん、ただ、ひ弱に感じた。感じた、最初はね。事実、うん、3月4月開幕当初はなかなかプロのスピードについていけなくて、特にバッティングではあまり前に飛んでいないという印象もありましたね。うんうんうん、どっちかったらこう、当ててしまう感じだったね。はい、ええー。何かのきっかけあったんでしょうな。そうですね。あの、引っ張れて、ライトへのいい打球が飛び出したもんね。そうですね。 あれやっぱり、ああいう経験がまだない人って、自信が自信を生んでいくってよく言うけども。はい。それであれ、もう一つは、もう、どの上が、どの上だった初のショートがね。そうです。わ田さん、これね、面白いもんでね。ええ。どの上っていう選手がもうレギュラーだと思ってきょ、今日、はい、教団も見てるわけですよね。自分,<あ>自分そういうもんですか。そうなんですよ。で、自分のライバルじゃないんですよ、まだ。ただ、口では、うん。 ショートのポジション取りたいですみたいなことは言ってましたけれども、うん。言ったけども、そう、そうは言ったって、もう、どの上がもうバリバリ守って打ってるわけだから、自分はまだそこまでは勝負できないなと思いつつやってるんです、最初。口では言うけど。<laughs> 一応ね、マスコミ対応としては、それっぽいことを言うけれども、去年規定打席にも到達したどの上さん、うんうん、守備も安定感のあるどの上さん、叶わないなとは思っていたはずだと。そうそう,そうそうそう、それで、今度、自分を使ってくれないでしょはい。なら、 いい方の勘違いするいい方に勘違いすると言いますと俺ってすごいんじゃないかなと思う。あ<ー>それがまずきっかけになるわけ。はい。それで結果出たら、あ、やっぱ俺できるわっていう、どん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 こういい方に<ー>だから、使ってもらった時に、やっぱりいいものを出したから今の教団があるわけ。<ー>だから、俗に言う、プロ野球のこの世界でチャンスを掴んだ男の一人ですよ。 そういうことですね。よく言うじゃん。ええー。入ったら3回ぐらいチャンスあるって、どんな選手にでも。ああ、そうですね。そのチャンスをいき、最初のチャンスを掴んだ、今日だわね。いきなり用意どんで掴んだとああ。今話した、どの上、どの上、直道なんかね、チャンスね、もう3回どこにあるから、もう6回、7回チャンスあったよ。<laughs> <laughs> やっとチャンス掴んだと思って。去年よし、えー、と思って。 さあ、キャンプでこう、オフはこんなことして、キャンプはこんなことして、ペナントレスはこんな成績を目標にしてって思ったところが、ところがど、ど始まったら、あれよあれよって前に自分のポジションがなくなってしまったっていうね。そういうことあるんですね。やっぱりプロ野球の世界、プロですよ。はあ。プロ。安心したらあかんね。となるとですね、うん、来年、強打が、ここまでやれる保証はない、何 <laughs> ありません、ありません、ありません。 ありますね。それはないです。それが怖いな。もうなんかショートは10年ぐらい安泰なのかなぁと。それはないです。思ったら大間違い。それはないです。プロはそうす、プロはそういうわけにいかないです。毎年、ちょっとずつ上積みしていかなくちゃいけないんですよ。そういうことなんですね。今年仮にね、兄弟が新人を取る。ええ、なら来年の兄弟の、そのチームが与えるハードルは高いですよ。はい。 今年は低いですよ、まだ。そうですね。あ、十分で、今で十分と思ってますそうか。来年はもっとこれに上積みしてもらわなくちゃいけない。2>, 2割6部、7部では、物足らないと思いますし。なるでしょ盗塁も20個そこそこではどうなのと、やっぱり求めるものは高くなる。うん、そう。それを確実に一人一人が上げてきて、今のチームを作ったのがカープ。ーカープの選手ちょっと、 バカさん、思い出してみて。今、レギュラー張ってる連中。菊池、丸、田中。これ年々、個人成績がやっぱり上がってるんですよね。<laughs> 鈴木。鈴木。松山。松山、阿部阿部はい。ね。かだからハードル高くなって、そのハードル高いのに答えていってんねん。答えてますそれがチームの力として、 カープがあるわけ。なるほどドラゴンズもそうならなきゃいけない。だから、京田のような選手があと2、3人出てきて。だから、あそこのショートで直道とダブること一つもないわけ。うん。うん。あれ逆に、直道がセカンドと京田がセカンドで<ー>、ここでガチッと行けば、すっごい強力な二遊間できていた可能性はあるわけね。で、お互いに、年々年々自己成績を上げるような形でやっていくと、 思えば強かったときの荒木井端福留森のそう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 いうそういうことそういうこと,そういうことよう似てるわけそういうことですね、うん、そうなってこなきゃチームは常にクライマックスとかファイナルとかシリーズまではいけないよっていう簡単にはできないよっていう<ぁ>だからカープなんて一応一夕にできたチームじゃないですよあれはそういうことなんですねそうですよそうですよはい皆さん いかがでしたか京田選手の評価からですね、やっぱり強いチームの土台づくりの話になりました。先ほどベストナインに選ばれるような選手がいない、少ないという話をしましたが、それはやっぱり5年連続 B クラスであるドラゴンズの現在を象徴している。そしてこれから強くなるという意味では、やはり京田選手のような人が、あと2、3人出てこないといけないということなんですよね。そして京田選手が今年やりました、活躍しました。がしかし、 今年の成績でいいのもっともっと打率、出塁率、そしてできれば盗塁もホームランも増やしてほしい。エラーは少なくしてほしい。そして143試合フルイニング出られるような体力もつけてほしい。だん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 ハードル上がっていくんですね。来年そのように上がったハードルをクリアできるという可能性はあることはあるんですけども逆になる可能性だってあることはあるということなんですよね。頑張ってほしいなと思います。 横浜の達子さんから頂きました。今日はアジアプロ野球チャンピオンシップを見に東京ドームに行ってきますよ。今大会に選ばれている選手の応援歌を少し予想、予習していますが、京田くんの応援歌がやっぱりかっこいいな。そうなんです。この京田の応援歌をですね、もう日本全国のプロ野球ファンが覚えるくらいになってほしいなと。そういうふうに思いますね。私、京田選手今年背番号十五51番なんですが、 来年あたり変わるんじゃないかなと思うんですよ。いきなり。はい。もうそれぐらい背番号変えてもいいんじゃないか。で、いろいろな関係者の話を総合すると、落合監督時代に結構劇的な背番号シャッフルがありました。もうなんか毎年変わってて誰が何番かよくわからないということがありましたが、このオフから来年にかけてですね、私の入手した小耳に挟んだ情報によりますと、あそこまで劇的にはないにしろ、そこそこの背番号シャッフルがあると伺っております。だから 勝手に私予想してるんですよ。京田選手、これも51いいんじゃねえかなと。で、51は、滝にの一郎と言われているね。ドラフト3位指名の高松渡る選手。彼に51をプレゼントして、うん46番も秋番になっているから、キンブレル投手に憧れているという鈴木投手には、46番をそのまま、ヤマハのね、ドラフト1位の。 上げて、20番、20番、野村投手の背番号ですけれども、ちょっと20番は温存しておくという話も聞きましたから、石川投手ドラフト二位指名は20番じゃないのかな。じゃあ25番の武藤投手の秋番かな。大野選手、これ、西浜の FA 宣言した。27番、谷重前監督の番号が空いてますので、これ27番とセットにすると、中日にお世話になりますっていうことがあるのかな。いろいろ考えておりますので、 結構ね、皆さん予想してみてください。あの人があの番号をつけるんじゃないか。私はなんとなくですけども、京田選手の背番号も変わりそうな気がしております。